誰がデカパラだ、ラブさん。叫び声にもやっぱりいろいろあるんだな、すごく感動しました。声優コレクション、イエーイ。全世代のアニメファンに愛されるベテラン声優が来てくださいました。この方です。どうぞ。派手に打て、特製バギー玉。ミツ、あいや。パンチ。千葉しげるさんでございます。よろしくお願いします。結構シャイなんですよ。あ、そうなんです、シャイなんですよ、うん、ああ見えてシャイなああ見えて結構繊細だったりするわけ。だからそのギャップが、はい、今日ちょっと見られれば嬉しいかなみたいな。あら、あらら、ら役でやるときはみんながさ唖然としちゃうぐらい声がでかいでしょ。それでアドリブもすごいでしょ。アドリブすごい、うん、でっかくないのは態度だけ。繊細だからね。ワンピースのバギーや悠々白書の桑原一馬、うるせえやつらラムちゃん親衛隊のメガネなどなど、どの世代にもハマる人気キャラを演じ、さらにこんな話題作にも。呪術廻戦のジョーゴという役をやってらっしゃると思うんですが、かわいいよね。ちょっと一言お願いしてもよろしいでしょうか。あ、ジョーゴのセリフ。ジョーゴのセリフ。なめるなよ、小わっぱが。飲み焼けずらごと飲み込んでくれるわ。いや、ありがたいですね。やっぱりね、迫力あるね。迫力ある。音圧がすごい。なめるなよ、小わっぱが。と現在もたくさんの人気アニメに出演、全世代に愛されるレジェンド声優。それではまず千葉さんにやっていただくのは番組恒例の瞬時にキャラを使い分けろ、フラッシュキャラ編。イエイ。ということで、これまで演じられてきたキャラを瞬時に使い分け演じてもらう番組恒例のこの企画ということなんですが、お二人が、あ、すみません、これまた千葉さんですよ。千葉さんがゲストでメインを、そうなの、僕たちがやったっていいのない。そんな顔して言わなくてもいいじゃない。山口寛平、関智一、松岡義次と名だたる声優が挑んだこの企画ですが、千葉さんにはそれらを超えるご覧の11役に挑戦してもらいます。誰もが一度は聞いたことのあるあの声を瞬時に使い分け、その振り幅に注目ですよ。千葉さんによるフラッシュキャラ編です。お願いします。花は桜木、男は桑原、ただじゃやられねえ。誰がデカパラだ。ガチャン。お出かけですか、レレレのレ。ドラゴンボールで世界を支配するのだ。あっ、俺たちはまだ人生18年だ。苦しいとか辛いなんていう柄じゃないんだな。来た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 。しかし班長が留守でよかったよ。1日24時間、1年8760時間、ずっとラムさんだけを見てきた俺の青春、17年の熱き青春、ラムさん。笑われて恥じるな。そういう時はいっそのこと威張ってみろ。なんじゃって。はい、ありがとうございます。終了。やってみてどうですか。一気にやるっていうのはなかなかあれかもしれませんけども。ですよね。やっぱ一瞬にこうパッとこう乗り移っちゃうというかな、うん、そういったところはあるよね。みっちゃんさん、いかがでしたか。すごかった。やっぱりテンションと大声の人だなと思って。すごいですよね。押し出しの強さというか、もうすごいですよね。引く役は一つもない。押しありがとうございました。声優歴45年、声優界のレジェンド千葉さんにはこちらの企画にも挑戦してもらいます。題してアドリブアフレコ検証。なに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 。アフレコではよく
台本にないアドリブを入れることは皆さんよくご存知ですよね。中でも千葉さんは声優界でもアドリブ帝王って呼ばれるくらいのアドリブマスターなんですよ。昔話でおなじみ金太郎ですね、はい、紙芝居風に切り替わる動画にアフレコしていただきますが、単純なお話を千葉さんのアドリブでどれだけ面白くできるのか、いや無茶振り中の無茶振りでございますけども、ああそうなんですか。初めて聞きます、絶句を聞きました、ね、そうなんだ。ちなみにですね、シーンは金太郎が熊と相撲をするシーンです。大役は金太郎が千葉さん。えでも二人もやるんですか？やりません。熊とか動物たちの声は僕がやらせていただいて、僕ナレーションやります。三谷さんナレーションやっていただきますので、はい。それでは千葉さん、準備の方はよろしいでしょうか？頑張ります。はい。すいません、よろしくお願いします。はい、それではですね、アドリブアフレコ検証、金太郎です。どうぞ。昔昔あるところに金太郎というとても元気な男の子がいました。いやいや、この石を持ち上げたら椎間板ヘルニアが治るって本当かな？よよし、行け行け頑張れ金太郎。どれだった腰がすごいぞ金太郎。ヒューヒュー。金太郎はこの山一番の力持ちで人気者でした。そんなある日のこと。三太郎、声は三太郎だけど、なんだこの着ぐるみ。着ぐるみではない、俺は隣の山からやってきた熊吉じゃ。いやだからお前三太郎だろ。いや三太郎ではない、お前が金太郎だな。この山で一番の力持ちと名乗ってる。そうじゃないか。なんか話が噛み合わないけど、まあその通りだ。俺は生まれたから一度も力比べで負けたことなんかないんだぞ。かかってこい。よし、それでは金太郎、俺と勝負しろ。わしとお前どっちが真の力持ちか勝負じゃ。いや、あの今ちょっと腰の調子が。こうして金太郎と熊は相撲で勝負することになりました。それでは見合って見合って、はっけよー、残った。やべえ、逆さがやってやるじゃねえか。ちょっと待って。金太郎は勢いに任せて熊を投げ飛ばそうとしましたが、いやーくっ、あダメだ。どうしたどうした。今腰がぐきっていった。いや大丈夫か。いや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 、それよりもお前の力そんなもんか。腰は大丈夫か。お前腰は平気なのか。なんか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 もう。さあさあ、このまま投げ飛ばしてやるぜ。このままでは負けてしまうが、三谷君なんとかして。なんとかできません。すると頑張れ金太郎、勝ってくれ。いやこれはうちの劇団員の声。おお、やってきてくれた。金太郎は仲間の応援を聞いたことで体中に力が湧いてきました。なんだこれよ、さっきよりパワーが増してる、光ってる。俺は絶対に負けない。俺を信じてくれる劇団員のために、家族のために、けー椎間板ヘルニアがなんぼのなんじゃ。おー、なんつってやつか。こりゃ甘いった。めでたしめでたし、ししまい。いや僕思いました、自分がつまんない男だなって。さすがです。もう本当に。ちばちゃんやってみてどうでした？いや、まあ楽しかったかな。だから3人ともアドリブでやるっていうのが面白かったかもしれない。だってほぼ全部アドリブだったでしょ。そう、うん、そうでしたね。そうそうそう、うん、すごかったですよ。ずっとだ腰心配になりましたもん。それあんなもの持ち上げたら椎間板ヘルニアになりますよ。楽しい、楽しい、なかなか楽しかった、ね、面白い、金太郎、なんかすごく嬉しかったですね。はい、はい、千葉さんお疲れ様でございました。ありがとうございました。